これは争奪戦だね。これはゴール条件の争奪戦だね。いや絶対勝つよこういう時。見てて。はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。いや相当久しぶりだよねみんなでバトル。いやどんだけ無理かって言ったらちょっとわかんないんですけど、もう誰かコメントしてて何ヶ月ぶりですよみたいな。隣がクソくせえ僕のことかな。バトル用コースだね。こんなんだったっけみんなでバトルって。こんなみんなぐちゃぐちゃだったっけ。よろしくお願いします。ピノピオ優しいね。なんか隣がクソくせえって名前だったけど優しいね。じゃあ僕黄色いきます。まあトロールコースばっかやってるんですけど、久しぶりにやってると勝てるもんなんですかね。どうなんでしょう。いやうまいよ。今日はバネと友達になれました。これ右ほら、なんかトロールコースばっかやってたらね、だいたいこういうの呼べるんですよ。全然関係ねえけどじゃあこれは左かな。あでも今1位じゃない。ほらめっちゃうまくない。オッケー、今日バネいい感じだね。いやブーブー。じゃあこれ左だね。で次は左行こう。いや待って、左行こうとしたんだよね。左行って、うわっか、次右。オッケー。うわマリオ早い。うわどっちどっち、ジャンプ登る系。いや大丈夫、登る系だったら勝てる。今来たコースを登る感じでしょ。ほい、いやこれ勝てるよ。ジャンプで右で、このまんまどんどん上に上がっていけばいいだけの話。ほい、よし。うわマリオマジ早いね。うわマジ早い。ちょ、うわマリオマジいったね上に。ガハハハハ、風むずい。でジャンプ。うわこれ負けたっぽいね。こっち早く早く、なんかオッケーで右。あ待って、バネ持っちゃったもうバネ持っていった方がいいかもしんない。これわマリオ見えた、マリオ見えました。ここが苦手なのか。うわどっち、うわこれずるいいいね、ムササビ選手権だって。っていうことはさ、絶対ムササビいる感じかな。あ一応バトル用コースか。よろしくお願いします。じゃあ一番下行こっか。ちょっ、いや取られた。じゃあ一番上行こっか。あ違う、下から3番目か。今日キノピコ率が高い気がするんだよね。なんかちょっと入るの遅れた。オッケー、ここでムササビ手に入れるんですけど、なるほど、こう、うわこれ難しくね。ここでジャンプ、シャガジャンしてった方がいいのかな。ほい、うわちょマリオナイス、これはムササビ選手権金メダリストでしょ。なんだこれはなるほど、ここでジャンプしてこう、オッケー。いやこれ勝った、勝ったでしょ。これはこう上に行けってことかな。いや多分そうだね。いやめっちゃ早かった、ナイス判断。でこのまんま亀井さん、何ここブロックがあるのか、ちょっと見えなかったね。同じ茶色で、はいオッケー。でここも R して登っていく。いや多分こんな感じだよね。いや2マス抜けれるとか初めて知ったけど、ほっ。でここも左、オッケー。いやここちょっとむずいね。でここのドア入ってもうゴールがあると思うんですよね。いやまだ、はい、よしうまい、うまいよどうもありがとうございます。いや久しぶりしたんですけど、なかなか今日勝率がいいね。これ勝てるよ。こんなにシンプルなコース、お兄ちゃんちょっと乗いて、お兄ちゃんちょっと乗いて、弟に任して、そこは弟に譲って、ナイスキノピオ、うおっけ。ちょっとラグいね。よし、このラグさが味方つけよう。このラグがあったら多分大丈夫。いや中間大丈夫、オッケー。中間取らん方がいいパターンもあるよね。うわーちょっ大丈夫よしこれ勝てるよ。たまにはうまいところを見せなきゃいけない。お、同じ赤帯で3連勝いるね。どっちが本物の3連勝か勝負だね。ルイージだったね。ルイージより先に行く。でここでジャンプ、うまい、今のシャガジャンうまいね。ここはアイテム取らんでいきます。ノーアイテムでビヨーン、ナイス、オッケー、ルイージやられたここ中間取っていく。うわ中間欲しい、どうしよう。うわこれはまずいね。一応アイテム出て、うわアイテムないの。ここはマジで落ち着いていかないやられる。うわ引いてる。ここは回転ジャンプ、来た、よしジャンプ。これマジみんな見守ってて、多分今みんなハラハラしてるでしょ。ピアキングいつやられるんだみたいな。僕はやらませんから。今日ほんと調子いいね。いやこんなに調子いいこと今まであったかって言ったらあったんですけど。お一番前行こう。あれ、あなんかルイージお知り合いだね。あよろしくルイージ、よろしくね弟。
ここ難しいね。最初ちょっとジャンプしていかなきゃ。オッケー、乗せて乗せて、ナイスキノピオ。いや、ルイージ、なれルイージ。ちょっと名前見たいんですけど、ここはちょっとラグいね。このラグさんを味方につけてる弟だね。さすが兄の弟全然意味わかんねえ。兄の弟ってなんだろう。じゃあここはジャンプ、オッケー。いや、オッケーじゃねえ、ごめんよ、リスナーさんだったらオッケーとか言っちゃって。じゃあこのまま行くんですけど、あ、このままゴールある。はい、おっち。いや、これ5連勝いけるね。うわ、待って、後ろの2人がマジプレッシャー。はい、いらっしゃみんなやられたね。え、これ完全に勝ちでしょ。結構コース的にはね、長そうな予感はするんですけどね。これは中間ポイントもないし、ゆっくり行こう。はい、あった、中間ポイント。しかもでかくなった。これ勝ち確だね。っていうことは5連勝かな。5連勝いけるよ今日。うわ、これ動画にしちゃおう動画にするから撮ってるんですけど。うわ、待って、危ねえ。これはゆっくり行こう。こういう場面ではね、ゆっくり行った方がいい。そんなに急がんでいいよ。あ、危ねえ。あ、氷の世界じゃ、このあれ、ツタも滑るんだね。あ、ツタじゃねこのリフトも滑るんだね。じゃあこのまんま右行って、で、あ、陸地あるね。まあ、ジャンプしてもよかったんですけどね、さっき陸地が見えなかったからさ。もうすぐゴールあるんですか？あ、待って、まずい。いやーなんであんなことしちゃったんだろう。うわ、ルイージ行ってる。違うんだって、今の。ミスったんだって。おい、ニッキアップいらねえキノピがお前が取んのか。やった、ルイージ待って。これは僕知ってるからね、もうコースを。あ、ちょ待って。ここで右にジャンプします。で、はい、オッケー。で、右、よし。うわ、さっきのめっちゃもったいなかったな。5連勝絶対いけたと思ったな。多分ね、あのルイージ待ってくれてると思うんですよ。なんたって、ちょキノピコ、やっぱり待ってくれてたね、ありがとう。いや、今のはちょっと違うんだよね何が違うか分かんないんですけど、だから今の実質5連勝。ユーゴパパいるね。ユーゴパパってめっちゃ可愛いよね。あの雲欲しいな。ユーゴパパ一文字変えてユータパパにして私、お、上向いてる、上向いてるの知ってる。この人多分あれでしょ、結構前から知ってる感じでしょ。ありがとうキノピコ。で、このまま右行くんですけど、このまんまね、オッケー。いや、これはブラパを倒して、待って、危ない、あいつ危ねえ、あいつ危ねえ。見ましたか今さん、このルリージ今なんて言った。あ、キノピオ優しくね、待ってくれてるパターンでしょ。ナイスナイスすぎ、え、優しすぎないこのキノピオ。そしてあのマリオは危ねえ、ダメだマリオは。うわ、これ勝利を奪ったらいけないね。ジャーブ、ナイスちょっと今の虚しくない、今のキノピコ。ずっと前からね、たまーに方言だけで実況してくださいっていうコメントをもらったりするんですよ。方言だったらね、敬語がなくなっちゃうから、ちょっとタメ口みたいな感じの動画になっちゃうんですけど、それでもいいかな。いいって今ね、みんなから聞こえたんで、やっていきます。結構方言って言ってもね、そんなにないもんね。オッケー、来たマリオだね。いや、これ危ない、ナイスナイス抜け。いや、マジ来たわいこれ。で、このまま上に行こう。ちゃっちゃっ、ちょっと引っかかっちょ引っかかってやんの。じゃあこのまま右行きます。うわ、これはこっちで合ってんのかな。なんかさっきさ、上に、いや、危ねえ。ここはナイス判断、来た。いや、方言ちゅってもみんなにね、どんなことをね聞かせればいいかわからんちゃんね。まあ僕の方言なんてね、需要があるかわからんちゃけどさ。うわ、これはいっぱいボスいるけど、うわ、2匹しかおらんちゃけど、なん、いや、今までの喋り方がもう定着しちょうき、なかなか動画でさ、いきなり方言実況してくださいっていうのもめっちゃ難しいよね。あら、わざわざキノピオ僕を持ってくれてたんですけど、まあ、てたっていうか、てるんですけど、キーボード5号4号は4号と3号と2号と1号はどこ行った。なあ、生まれ変わりか。ちょっと今のひどくないですかキノピオ。やるね、やり返ししよう。そんなことされたらね、やり返ししますよ。こういう時こそね、ゲスキングのね出番なんですよね。ここしっかりアイテム取っていこう。
絶対追いつこう、あの5号に。ちょっと待って、邪魔しないで5号。あ、5号じゃねえ。来ました5号、やられてやんの。絶対ね、負けません、あの5号に。ちょっと待ってね、クリボ。はい、オッケー。あのキノピコがめっちゃ速いね。やっぱキノピコ先に行ってんのか。いや、あのキノピコやられてる。これは勝てる、俺はやれるよ。なんだこのクソわけわかんないヒップホップみたいな。でここで2回目の中間ポイントゲットですね。これは、いや大丈夫、いける。なんかシーソーってね、あのコース名に書いてたんですよね。だからね、このシーソーがめっちゃね、こうなんていうのかな、うん、やりくりしながら行く感じだと思うんですよ。ここをねマジしくったら落ちちゃうよ。オッケー。で右、これ上、あ、多分だ、こっちで大丈夫だね。いや、勝てるよ、絶対勝てる。はい、オッケー。なんかね、キノピオもうやられてる感じがするんだよな。来ました、キーボード5号。じゃ、キーボード5号はですね、ここで待っておこう。これがデスキング。お、これはどんな感じ、かぶっていっていい。あ、マグマ上がってくると思ったら上がってこんね。これ多分熱いよ、このメットかぶってたら。オッケー、ほら、おし。でこのまま右に行けるのかな。いや、いけねえ。っていうことは倒さなきゃいけないのかな。下から叩いて倒せってことか。了解しました、こう。オッケー。であと1回だね。ほい、邪魔くせえ。マジ邪魔くせえ、あのマリオ。どうしよう、これは。あ、なるほど、こうやって倒せばいいのか。マリオ倒します、ナイス。今めっちゃナイスじゃなかった、みんな。で、あとはこのルイージから取るだけなんですけど。待って、ルイージ、ルイージ待って、ルイージ待って、ルイージ、くっ、んな、取れねえ、よりゃ、取れねえ、マジで。うおった、いや、大丈夫、ほっ、あ、やめて、やられる、待って、同じことされる。誰今、誰、マリー、マリーか。メット、え、みんな耐えてて、え、マジ耐えててね、耐えてる、やっ、ナイス、ほー、やった。ありがとうございます。めっちゃ回ってんじゃねえか、無限回転ヒテッポ。なんか最近アバターさん可愛い子多くない。これノコノコ全員下に落ちてくるパターンでしょ。オッケー、じゃあこのままジャンプしていこう。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。